今月号のネタバレをされたくなくば、今すぐ私のためにケーキを買ってくるのだ。アホらしい。じゃあ別の漫画でネタバレしてやる。お風呂空いたし。ユーリが秘密の小屋でユリフォイを倒す。わあ、花子まだ読んでないのに。パヤパヤパッパヤッパシスター。今日放課後暇、遊ぼう。桜子が風邪をひくはずがありませんもの。バッカじゃないの。みさきち飼ってて楽しそうなの。きれい。私今ちょっとピンチで。水ならタダだよ。トリプルでお願い。美人で素敵な桜子様が帰ってきたぞ。桜子なりに心配してるんだ。うちもお母さんお仕事でいつも遅いけど、お姉ちゃんたちいるし、一人だと寂しくなっちゃうかも。大風呂家ヘアシスターズ2月2日公開。